さあ次のとこ行くか。じゃあギスを無駄にせず。あいつらやられたんだっけ、なんか俺最後まで見てないけど、確かあいつらなんかやられる気がするんだよな、あいつのさっきのやつ、なんつうの、後から来たなんか将軍みたいなやつにさ。まあ俺はと取られない、もう逃げてしまったけど、さっと逃げてしまった。アーカーディ・ウルモフっていうなんか変なおじさんがいるんだけどね、そいつがなんか確かね、あの仲間を倒してしまったとか、そういうあれだった気がする。ちょっとこう覚えてねえわ、さすがに覚えてねえな。あ、いきなり、おい、何するの、ちゃんと見よう。エンジン機入手、破壊、ミサイル砲台破壊するよ。まあ何かぶっ壊せばいいのか、とりあえずぶっ壊せばいいのね。あー、なるほど、前のステージに繋がってんだ。絶対これ敵でいくんだ。当たんのか今の。これ多分敵いっぱいいるはず。ちょっと危ねえな。とりあえずまあゆっくり安全オープンでいくか。様子見しながら。なんか今ガラガラガラって開いたよね。エンジン切ってみたら、よし、オッケーオッケー。で、1個目の任務はオッケーって感じか。あっちが何があんの。とりあえずなんか、いなそうだけどな。敵はいなそうだが、まあ。あ、これもしや。もしやこれは。あっち何、何があんのあれ。これいけないやつか。多分いけないな。これだって乗れんだよな、確かな。これどうやって乗んの？ちょっと待って。あ、乗った。乗ってしまった。乗ってしまった。乗ってしまった。どうしよう。やばい。これやばいでしょこれ。おい、これやばいぞ。しかもめっちゃ速いし。めっちゃ速いし。死ぬ。めちゃくちゃだこれは。めちゃくちゃすぎる。やばい、死ぬ。どっかでボーランチョッキねえのか。死ぬ。あー、すげえ声が、声と音。でもねえな、やばいぞ。いや、俺は死んでしまうかもしれない。あ、あら、撃っていけないやつのはず。待って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 、一回降りようぜ、一回降りよう、一回降りよう。そりゃそうなる、そりゃそうなる。めっちゃやられてんじゃねえか。そこも、あ、めっちゃ落ちてきてる、めっちゃ落ちてきてる。ここか、ここ怪しいね。お、お金、こっちこうじゃないのか。あ、怖っ、これか、これぶっ壊せばいいんじゃない。あ、これじゃねえ、分かった。やばい、どうにかしないと。お、多分あれでしょ、あの、あれはぶっ壊せばいいんでしょ、あの、わけなかった物体ぶっ壊せばいいと思うから、とりあえずこのまま行ってしまう。音、あれ今多分ぶっ壊したよな。で、あれもそうだろ。お、オッケー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 、いい感じだね。で、クソ、外したか。めっちゃ外してる。あ、やばくね、待て、いや、耐え抜くのだ、耐え抜くのだ。よし、オッケー。ちょっと待って、あと何、何する。あー、これこの間に食らってる。出せよ、一発目か。ちょっとこれと、まともな方向に動いてくれ、頼む。どこ見てんのこれ。
頼む。おい、どこ動いてんだよこれ。シュー、降りろ、逃げろ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 。これじゃねえ。やった。いい感じだね。もう無理やり行くしかねえだろ。耐え抜くのだ。耐え抜けばいける。よし、いった。ただ逃げるんだ。逃げるしかねえ。はあ、おら、いった。高飛びじゃ、これもの高飛びだ。うら、よし、やっと俺は行くことができた。感動的だよ。やるとするか。電源を切れ。俺ちょっとこれ2回目なんだよこれ。そうだね、1回目ね、なんかパソコンが爆発して、あの録画できなかった録画できなかったんだよ俺は。なるほど。まあとりあえずロシアであれだな、シベリア寒いは全部暖かくして手足を守ってね。わかった、頑張るとするわ。いやマジリアルタイムめっちゃ寒いんだよ、マジで寒い。山の上で実況やってるから、山で実況やってるからもうマジで寒くてしょうがない。さあ行くぜ、二度目のテテンテンテテン。こんな曲だったのか。もうなんかあの時もう調子が悪かったんだよな。んかもうそろそろやばいかもしれない。パソコンがなんかもうパーンって音鳴ったから。パーンだよ、初めて聞いたわ。そんなことありえんのかっていう。テテンテン、何このかっこいい曲。こんな曲だったのか、知らなかった。めっちゃキューティフルなあれじゃん。おっと、いや当たってないのか。まあ、こいつはもうたらけ止めてたんで。おら、やばい、誰かが撃ってる。誰だ、何者だ。お前か、お前俺に勝てるとでも思ってるのか。あれ、鉛筆がない。やるじゃないか、俺に挑もうなんてよ。俺に挑もうといい時教えやがる。でまあこういろいろやることなんで、あそこ空いてないんだよ、あそこ空いてない。でどっかしらに家があって、どっかな、多分こっちの方じゃないか、おそらく家があって、そこでなんかあのカードキーみたいな手に入れてる。あれはちょっとバレるんじゃないか。これバレるだろ、これどう考えても。目立ちすぎだろ。あれここじゃねえ。じゃあもう一個どっかか、ちょ始末しとっか、危ねえからな。もらったもらった。こっか、あ、ここだ。ひぃー、おぉ、俺ここでやるわけないか。この俊敏な動きに貴様たちはついてこれるのか。よしいぞ、グレードランチャー使うか。どうなんだよグレードランチャー。わ、来た来た来た。これ8発しか出ねえじゃん。これ相当強いぞこれは。とてつもなく強いからな。ちょっと待って、どこだ、これ道わかんなくなってた。さっきの男に戻んなきゃいけないんだな。マジでね、地図欲しいような地図みたいな。うわ、やばい、なんか狙う、めっちゃ狙えてる。いい度胸してやがれて。何かやるだろうなってか、もう体力ねえからな。体力ねえからもうやばいんだよ俺は。うわ、そこでも人いんじゃん。悲鳴が生々しすぎるから、見てほしいよ。なんかあの戦車のやつとかもほんと勘弁してほしいよ。ガシクシャーッ、あーみたいな感じでさ。おいえ、金庫の鍵いる。じゃあ一回閉めろ、閉めて、ちょっとこっから様子を見よう。これ何の音、あ、これ曲の音か。なんか機械音みたいなやつと聞こえないと思ったな。でこれで先に捨てればいいんだろうな。なんだかんだ鉛筆があれで安定してるんだよね。やばいやばいやばい、なんかめっちゃ打たれてる、めっちゃ打たれてる。なんで雑な争い。よし、まだいるね。こう待機す、いや待機やめよう。ここは何もなかったはずで、どこにいる、どこにいる。ちょっとマジで見えない。そこかお前は。あ、でも
ジュノとか違う気がする。これじゃない、確実にスナイパーだろ。さっきのスナイパーのやつがどっかにいるはず。ビビらせんなよマジで。マジでガチ、マジビビったじゃねえか。ガチでビビるわ、そんなことされたら。これ音やべえやん、ダダダダダダッ。この鉛筆やべえ、でも鉛筆俺好きなんだよ。鉛筆が正義だろ。テン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 、やばいやばい、今近かったな。いや絶対近いよね。でこっちなんもなし、でここよし、ほい、切れましたと。それでちょっと見に行くか、ちょっと観光しに行こう。観光しに行って殺される可能性あるけど、上からや、上から狙ってきてんじゃんか。ちょっとなんか見てさ、様子をさ、こういうわけよ。これがスナイパーのあれだ、これがスナイパーの力だ。これすげえ狙いに行き、あ、でもあったぞ今。まだったってこの人、多分今死んでないと思うけど。さあどこにいる、もういないか、もういないかな。じゃあいいや、普通に行っちゃおう。普通に行くしかねえだろよ。さあ行くぞ、ケチョンケチョンにしてやる。ん？ん？あ、びっくりした。何者かがなんか俺に対して嫌がらせしてたの。扉は開けないで。よくやるの。俺昔それよかった。今上にも標準部下が。どこにいる？やばいやばい。なんか結構何人かいるぞ。この感じはまずいかもしれない。一回一気に行っちゃおうぜ。どこだ？あそこだ。俺あそこに行かなきゃいけない。もう一気に行こう。多分来るだろう。なんだかんだやってる間に敵が来るはず。だからそれを狙って俺は、さっと行く。なんか開けて。閉めるなっつうの。おい。よし。で、ここ開ける。で、閉める。絶対来るんだろう。うえぇ。いや、来ないか、むしろ。こういうとこはチラ見すんだよ、俺は。チラ見をすることによっての俺は。怖すぎだろこれ。しかも敵いないっていう。じゃあまだ何てか開けてこれはまずいだろっていう。ああじゃあもう潜入する、潜入する行くかじゃん。体力はまあまあまあ、ちょっと待って、こっち何がある、これ気になる。これ普通のあれか、これいたらマジビビるよ。でん音聞こえた今、あ、いる、やっぱ二人もいんじゃん。このなんかもうこのパワー系がたまんねえな、このなんか殴り込みでいくっていう。まずここにいたのか、よしもらったぞ。あ、鉛筆がもうない、鉛筆ねえじゃねえかよ。文房具屋さんに買いに行かないで。これ忘れた。あれどうだっけ、入り口がどっか分かんねえな。あっちか、こっちなんもなかったんですか、こっちだ。あっち行くとね、別のなんか入り口があんのよ。でなんかあのそこの入り口のなんか間違いをサイレンをしたんだけど、そうするとピーンピーンってなって、なんか敵が大量に撃ち出してきてよ。まあとんでもない目になってしまったって、まあ、とんでもない目になったんだ俺は。ちょっと待って、ちょっと破壊しろ。まずい、来んなよ。もうねえのか、俺そんな強くないんだよ。 OK、 あばよ、ペペロンチーノどもが。まあこれでいいだろう、これでいいでしょう。デレ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 。